こんにちは、セゲンです。今回はチャークロス作りやってみたいと思います。チャークロスっていうのは、布を炭化したものらしいんですね。まあ自分全然詳しくはないんですけども、それを作ってみたいと思います。でそれはですね、火を起こす際に北地として、非常に、有効ということで、今回作るんですけれども、まあ先日、こういったファイアスチールとかで、火起こしをしてですね、改めて原始的な火起こしが楽しいなというところで、じゃあ別なやり方、火打ち石っていうやつで、火起こしをしてみたいなと思っています。でその過程で、まあ、チャークロスが北地としていいというところで、今回北地、用に、チャークロスを作ってみたいと思います。で肝心の、火打ち石はまだないんです。で先ほど注文しました。まあいろいろ見てですね、まあいろいろ見てって言っても、まあ、ネットで、まあ、調べたりしてる中で、良さそうなのを見つけました。で早速注文しました。でそれは、味噌の工房さんというところの火打ち石日本一っていう、火打ち金を注文しました。まあいろいろ調べていく中で、まあ商品説明だったり、まあその辺を見てですね、それが一番、良さそうだなということで、注文してみました。まあ今度届いたら、まあその火打ち石を使って、まあ火起こしとかもやっていきたいと思います。まあまずは今回は、チャークロス作りということでやっていきたいと思います。はい、では、チャークロス作りやっていきたいと思います。作り方なんですけれども、こういった缶にですね、こういった使わない布切れを切ったものを詰め込みます。でこの状態で、火にかけます。そうすると、まあ、煙が出ます。で酸欠状態になります、中が。でそれで炭化させるっていうものになるんですけども、まあ、基本やり方としてはこういった感じで炙りますと。で煙が出なくなったら、止めます、火を止めます。で冷ましたら完成という感じになります。で、やっちゃいけないことは、煙が出てる最中とかにこういった様子を見て開けちゃうと酸素が入っちゃうんで燃えちゃうらしいんですね。ということで、開けずに、最後まで開けずに、チャークロス作りやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょうか。はい、大体10分ぐらいですかね、5分から10分、火にかけてるんですけども、煙が収まりましたね。ということで、火を止めてみたいと思います。で、こちら、冷えるのをちょっと待ってみたいと思います。はい、では、開けてみたいと思います。だいぶ軽くなりましたね。では開けますと、オープン。お、いい感じじゃないですか。チャークロスになってんじゃないですか、これ。チャークロスになってるような感じはあります。ということで、これでちょっとチャックやってみましょうか。じゃあこのファイアスチールで火打ち石やれば本当はそっちでいいんでしょうけど、あ、いい感じじゃないですか。あたつつつつ、
はい、ということで、初めてのチャークロス作り、まあ、とりあえず成功だったんじゃないですかね。ということで、これを使って今度は火打ち石とか、まあ、火起こしも実際やってみたいと思います。それでは制限でした。ありがとうございました。また。